号終わっての今回の編集後期的なやつですけれども、やっぱり今回は一番あれですよね、ボンネットのチリがすごい悪かったことですよね。いろいろ触ってて若干最初の頃よりは良くなったんですけどね、それでもやっぱボンネットのチリが合わないですよね。ここですよね、急にここを接着しろって指示が来たんですけど、全然これまだ浮いてるんですよ。接着なんかできないんですよね、どんだけやってみても。なのでこれはちょっともう諦めました。で、あとはここ何回かグリグリ押してたら、ちょっと見えますかね、なんかパーツ少し欠けてるっていうか折れたんで、多分そこも干渉してたんでしょうね。これ折れて欠けた方が結局少し合いが良くなったんで、もうこれはもうこのままにします。で、まあちょっと合いは悪いんですけど、まあこんなもんで、やっぱりちょっと残念なポイントっていうか、私がなかなかバンパー、フロントボディシャーシはめれなかったもんですから、何回かいじってる間にこれ中のマーシャルのランプカバーが外れちゃってます。これで何度もグリグリやってるうちにフォグランプが切れちゃったんですよね。フォグランプこれフォグランプをつけると切れちゃったんですよね。こちらの配線が根元から折れちゃったというかちぎれちゃって、もうこれは直らないです。残念ですね。これ皆さんちょっとドッキングするときに注意してください、フォグの配線。で、まあボンネット全体のチリが悪いもんですから、隙間、ボンネットのとフェンダーの隙間がちょっと違うんですよね。まあそういうのは仕方ないんですけどね、ヒンジを曲げれば多少治るかもしれないんですけど、あとドアのこういうところのチリも若干悪い気がします。あと今回で言ったらですけれども、これがうまくくっつけれずに、反対側あちらの凹凸折れちゃいましたね。私は1個ちょっといろんなところで残念な感じになることが多いですよね。前回で言うとこれなんかもう全然両面テープが浮いちゃってくっつかなかったんで、もう両面テープを外して、これはもうちょっと角度を変えて直接くっつけてます。もうその方が綺麗にくっついたんで両面テープ剥がしました。あとは結局こういったとこもちょっと実写と違ってたり、ドアミラーのこの付け根ですよね、この付け根、ここも結局ネジむき出しとかカバー来なかったですね。こういうとこのちょっとまあいろんなところで残念なポイントは何箇所かありつつ、なんとか完成までこぎつけました。ちょっと遠目で見ればボンネットの浮いてる感じも多少我慢できるんですけど、やっぱりもうちょっと下がいいですよね、これフロント。そんな感じですかね、今回の編集後期は。